パーチャマでございます。ライブアップデー終わりまして、皆さんいかがお過ごしでしょうか。チャンピオンズリーグのチャンピオンズリーグのガチャのもう一個のグループのロナウドタンが欲しいな。ロナウドタン絶対止められないよみたいな、ムバッペ&ロナウドタン欲しいな思ってた人、残念。スペインガチャ来ましたね。引かんでいいと思います多分引かんでいいと思いますね。うん、ロナウドは出ますけど確率低いんで、まあ、引かんでいいんじゃないかと思います。はい、ということで今週の絶好調ボンバーはメッシが B で、ベイルも B か、クリーズマン B、デヘア A、 OK。 俺の関係あるのはメッシ、デヘアぐらい。あとはあ、メルテンス A、 OK。 スタメンで使おうかな。あ、 PPP が A ですね。地獄ですね。ナインゴラン A、 アグエロ A、 あ、カバーニさん B、 コーチーニョ、コーチーニョ迷うな、これ迷わしてくるな。ムヒタリアン B、 ロナウドは、ロナウド調子悪い、もしかしてロナウド C かな、これぽいね。ムバッペ D とかないかな、分からんけど。バルサ結構、あ、ダビド・ルイス E、 何やったんだダビド・ルイス。ちょっとフォーメーション考えなきゃいけませんね。ということで、チャマくんボンバーのコメントお知らせですね。春太郎さん、小学校で90いったらすごいよって、昨日のあのあれですね、77だっけな、77のあれですね。俺反復横跳びだと思ってたんだけどさ、シャトルランだね。うん、あずあずさん、ルカクの強さが異常だよねってこと。ルカクマジでやばい、もう化け物だね本当。チェホンマンさん、ミュラー使えますかということで、僕はちょっとね、あのマイクラブで使ったことなんかないので、一応パーパーですけど、スーパーサブ持ってるはずなんで、タクシックチェックしてないですけど、毎年スーパーサブ持ってるから使えると思います。ただあんまり試合に出れてないし、監督と喧嘩してるんで、うん、あ、でもライブアップではもともと関係ないか、うん、そう、ライブアップでは関係ないのね。使ってください。でも、うん、好き、ナイキさん、チャマ君好き、これからも頑張れということで、ありがとうございます。ということで、フォーメーションを組んでいきましょう。お願いいたします。今日は動画1本です。なぜかというと、今日4時ぐらいに寝て、夜中、今までね、なんか生活スタイルがぐるぐるになってて、朝と昼ぐらいに寝てて、夕方とか起きてやべえとか思ってたんだけど、ちょっとずつ改善していって、夜寝て朝起きる、そして動画をいっぱい撮って夕方みんなに公開みたいな感じでしようとしてたんですけど、昨日ね、夜中というか朝方4時とか5時ぐらいに寝て、なぜか6時過ぎまで寝てしまうという、このダメ男の、ダメゴリラと呼んでください。もうそれは、今締めるためにということで、今、とりあえず組んでみました。マルシャルがね、俺マルシャルがね、これやばいよ。レベル38でこれだからね、数値。やばない。これがね、70?60 まで上がるんだよ。60だったらあと5ぐらいは上がると思うんだよね。じゃあスピードが93とかでしょ?瞬発95。で、決定力も80。完全にカバーに超える逸材やろうということ。こいつをね、どんどん使っていきたい。で、今週、先週はね D だったんですけど、今週は B になってるんでね、いいんじゃないかと、迷いどころなんだよな。あとはちょっと今日はね、いろいろ試してみようと思う。とりあえずこれね、実力派で組んだら俺これなんだけど、まあ自分の安心感のある調子でちょっと選んでみようかなみたいな。やっぱ調子最高だから、コウチーニョセントラルなんだよね、このチーニョ使えるとしたら。ガメイロちゃんがさよならなのかな、これ。こうでしょ?で、イブラを外すか、ちょっとイブラ外して、ガメイロちゃん入れたいと、あ、ジェコ入れる?ジェコ、メルテンス、あとだから、センターバックが、ジョン・ストーンズ。相性の問題あるのか。中盤がちょっと3人とも、調子が、未確定の状態なんで入れていきたいね。いやー、まんじゅうキッチ入れたいけど、ちょっとな、まんじゅうキッチあるかな。まあいいや、ちょっとまんじゅうキッチは保留にして、モルガン、シュナイデルラン、あ、フロレンティセントラルで使えるじゃん。相性が良くないんだ。じゃ、ここをこうして、ディマリア、ディマリア、どっちも使いたいけどね。
こうするか。こうすればだいぶ、あ、いいね。アレイシ・ビダルのとこはフロレンツィか。いや、ビダルのね、ここね、ビダル結構ね、どうなのっていう人いるけど、足の速さめっちゃ大事だからね。あの、ぶち抜、ロナウドとかぶち抜かれた時に、フロレンツィだったらスピード79でしょ。でももう、ビダルだったら89なんでね、なんとか追いつけますから。ちょっとここビダルにしときたい。フェルトマンは、ここまでスピードあるやつってあんまりいないんだよね、サイドバック。まあ、たまにいるけど。いやー迷う。ウンティティいいでしょ。ウンティティボアテング、うるさいぞ携帯のくせに。こうか。いや、ボアテング外すのはないよね。ボアテング外すのはないわ。 だからここにフロレンツィが誰か入れて、そうだね、ボアテングが調子悪いときはウンティティを真ん中にしてみたいな感じする。フェルトマンかな。フェルトマンセンターバックとしても結構微妙だよね。フロレンツィの方がいい相性が。ちょっとあ、でもセントラルできるしね。微妙ですねまあいいや、これ一応入れてみよう。ベラッティはちょっと外せないエースだから、こうでしょう。OK、ということで試合に行きたいところですが、スペインガチャ引かん方がええでという動画ですんで、1000円だけね、1000円だけ引こうと思います。まあ、対象、獲得対象リストはこんな感じ。まあ、ロナウドが欲しいなみたいな。出ないから、チャンピオンズリーグガチャで引いた方がいいよ。はず、あの、チャンピオンズリーグガチャロナウド出やすいわけじゃないけど、外れがね、外れでもロナウド引けなくてもいい選手来るからね。 3.9 とかだったでしょ多分。他誰だ、ちょっと待って、対象選手もうちょっと見よう。スアレスでもいいよ。グリズマン OK、 モドリッチ OK。 あ、今週の調子は分からんけど、ラモスとかも多分調子よかった。ラモス欲しいね。オブラクちょっと使ってみたいんだよね、このね、長らくあんまりウイレではね、そんなにめっちゃいいキーパーって感じじゃなかったけど、もうデヘアとかブッフォンとかそんなレベルに並んでんじゃないかと言われている方です。あ、ベンちゃん欲しい。オフェンスセンス、ボールコントロール、ドリブルパス、フライパスこんな低いんだ。もっとあっていいような気するけど、蹴ってるか88、スピード78か、微妙だな。なんでだ、スタミナ75、ファーということで、俺はベンちゃんを引きたい。黒お願いします。はあ、はあ、黒チャンピオンズリーグがずれろ、一発目から来たーって言おうとしたよ。グスタボ・カブラル、オーバーラップがついてるセンターバックが僕あんま好きじゃないんだよね。まあ、ダビド・ルイスはねついてるけども、ヘッダー、マンマーク、キャプテンシー、闘争心、どうなの、スピードが遅いんだよな。センターバックでもね、ちょっと70はないと今作厳しいんじゃないかと。70でも低いんじゃないか、そう思っております。行こう、よいしょ。黒お願いします。あ、金来た。金って誰がいるんだ。引け引け引け、引かんのかい。あ、あの人だ、ミケルサンホセ。あ、でもこの人強いよね、アスレティックビルバオの結構いいやつじゃない。グラウンダーパス、フライパス、スピード、瞬発、ヘディング、ボールコントロール低いな。ディフェンス系の、まあ、パス馬みたいな。いや、ちょっとどうなのこれ。まあ一応入れとくけど、だったらデロッシ使うかなって感じだよね、俺のチームで言えば。ラスト2お願いします。どうなんだろうな。まあいいや、ちょっと後で見てみよう。はい、これがシルバーということで、まあでも確率的にはこんなもんだよね多分ね。ダビド・ガルシア、ダビド・ガルシア俺さっき聞かなかったけど、まあ、調子よかったらワンチャンみたいな。ワンチャンないなワンチャンないですね、ダビド・ルス。ラスト、まあ10回引いて8個は銀ですからね。
お願いしますということで、まあこれも銀でしょう。これで黒来たら神引き。あ、金来た。え、よくない？まあまあいい方だよ。引け引け。引いた。誰だ？あ、この人誰だっけ。あの人全然わかんねえわ。あ、バネが、そう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 、バネが、え、バネがいいんじゃない。シュートやばいでしょ多分、キック力。あ、そうでもない。あれ、フィファはめっちゃシュート入るんだけどね。 OMF か。セントラルできたらいいけど。あ、できるね。あ、いいね。あ、使おうかな。この、あ、スタミナ 68! スタミナ 68? スーパーチャマやん、それ。マジか。え？ボールコントロール、ドリブル、パスはうまいよ、みたいな。ボールの扱いうまいよ、パスうまいよ、決定力低いよ、と。で、まあ、フリーキックも蹴れるよ、みたいな。スピード遅いよ、みたいな。ボディコントロール高いよ、みたいな。スタミナやばいよ、68。もっと走り込めよ。おいおいおい、バネがちょっと信じてみる。まあ、調子次第だね。 あ、もう一回引こうか。 GP 1万あるしな。もう一回引こう。でも銀なんだけどね、これ確率的に言えば。絶対銀だから引かない方がいいんだけど。あお、ほら絶対引かない方がいい。アレクサンデル・シマノフスキーみたいな優しそうな名前の人が来ました。シマノフスキー、優しそう。うん、あ、足速いね、でもね。ワンタッチシュート。あ、ワンタッチシュートあるの結構使えるんじゃない。決定力低いでしょ。ワンタッチシュートで、ワンタッチのシュートだったら、ちょっといい感じだよ、みたいな。うん。まあ、引かん方がいいと思います、今週のガチャ。うん。だったら、我慢して、ぐっと我慢して、GP なり、課金のお金なりを、次来るチャンピオンズリーグガチャとか、まあなんか来るでしょうから、その時に貯めといた方がいいんじゃねえのか。誰だっけ。金は、あ、バネが、あ、B じゃん。でもスタミナが、スタミナがどうでしょうかと。あと誰だっけ。あ、この人だ。ミケル・サンホセは、あ、これ調子も上がってない。バネがでも相性がね、良くないよと。ベラッチと比べたらみたいなとこあるよね。ベラッチと比べますみたいな。スタミナがほら、ベラッチタイプだよね、多分ね。ベラッチタイプの決定力ちょっとあるよ、みたいな。ベラッチ決定力56しかないんだ。結構点決めてるけどな。あ、ディフェンスセンスがないんだね。うん。セントラルだね、本当に。ボランチ以上、セントラル。あ、でもトップ下。古いタイプの、中盤、トップ下みたいな感じかな。まあ、スキルは結構持ってるよ、みたいな。どやねんと。どやねん。なんか、なんだ？ディマリアと比べたらねえ、みたいな感じだけど。まあ、ディマリア足速いからね。まあ、決定力はでも、バネガの方が高いね。あ、でもパス系とかボールコントロールは負けてないよ、みたいな。オフェンスセンス低いから、ポジショニング悪いよ、みたいな。スタミナがねえ、みたいな感じだね。まだあいつの方が使えるんじゃないの。さ、ミケル・サンホセだっけ。サンホセさん、サンホセさんの方が使える、もしかして。なんでこれ、こうか。びっくりした。なんでボアテンがそこにいんだ、みたいな。もうちょっと前目のポジションやらせてくれ、みたいな感じか。まあ、ちょっとね、あ、スタミナ低いね、79。ディフェンスセンス84、85でしょ。ここか。シュナイデルラン、ディフェンスセンス結構低いね。こいつに任せていいもんか。スピード。シュナイデルラン足遅いからな。だったらここデロッシにする？デロッシー、もう足遅いけど、あ、でもシュナイデルランより、瞬発69はきっちいような気がするけど、ヒュッという足出したりとかしないでしょ。ただもうめっちゃボール取るけどね。バイグルかな、やっぱ。バイグルやばいからね、このパスの精度とか、ボールコントロール。ディフェンス下手だよ、81と、ボールダッシュ77だから。スピード瞬発。
難しいね。グエイや、グエイ結構ね、俺、ボランチでいいかなと思ったんだけど、グエイもね、意外と意外となんだよね。そんなにみたいな。シュナイデルランなのかな。いやだったらここ、ディマリアやめて、ディマリアやめて、バネガにする?違うわ。バイグルにするか。ということで、微妙なガチャ。引いちゃダメという動画でした。もう一試合出すか。いや出さんでええわ。ライブしよう。ということで微妙なガチャボンバイエ、スペインボンバーボンバイエ、引かない方がいいと思います。みんな信じてくれ。来週必ず、いや来週かどうかわからん、いつか必ずいいガチャは来ると。さよならパー、まったねー。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。